ああ、そうか。そうだから結構ね、大学の先生だとね、あのね、まあ何点かな、上から目線でね、平気でにね、あの人の悪口平気で言う人って結構いるんだよ。そういうのになっちゃう、ね、それだからね、外でねあんまり喋んないからなんでね、そうするとね、そういうの癖がついちゃってるから、ちょっとねふっと喋っちゃう、はい、ってところがあるのかもしれないけどね。で、うん、そのまま知事になっちゃったからってことですか。そうね、知事だって大学の先生してその知事になっちゃってるから、まあ、いわゆる実務系経験というのはないよね。ないからさ、まあ、あれだよな、あのずっと持ち上げられたままでね、なっちゃったって気がするんだけどね。